クリスマスドロップ作戦は1952年に始まったアメリカ空軍の空輸作戦、訓練。アメリカ国防総省の完全に機能している任務で最も長く実行されており、世界で最も長く実行されている人道支援のための空輸活動となっている。グアムの地域社会の支援を受けて、主にアンダーセン空軍基地と横田基地から実施され、ミクロネシアを 作戦の対象地域としている。日本の航空自衛隊もミクロネシア連邦等における人道支援、災害救援共同訓練として参加している。米軍による物量投下自体は1951年に初めて行われた。グアムのアンダーセン空軍基地に配属されていた第54気象偵察航空隊。 台風ンチェイサー配備のボーイング WB-29 偵察機がグアム南部の気象偵察任務のため太平洋諸島新宅統治領としてアメリカ合衆国に統治されていたミクロネシアのカピンガマランギ干渉上空を飛行していた島民が手を振っているのを見て乗員は機内にあった資材を集めパラシュートを取り付けた輸送コンテナやボックスに入れ再び旋回しながら 貨物を落としたことがきっかけだった。アグリガン島での最初の資材投下の目撃者は、後に飛行機の後ろからこれらのものが出てくるのを見て、おもちゃが落ちてくると叫んでいったと述べている。当時、島には電気も水道もなく、島は定期的に台風に襲われていた。最初のボックスのいくつかは意図した場所に到着できず、島民は泳いでいくつかを回収したが、他のボックスは、 数マイル離れたところで発見された。現在、このユニークなクリスマスの伝統は、グアムの住民や企業からの寄付によって引き継がれている。C-130 輸送機から投下される核、コンテナの重量は約400ポンドとされており、漁網、建材、粉ミルク、缶詰、ベー、クーラー、衣類、靴、おもちゃ、学用品などのアイテムが含まれている。 1986年のエアドロップ作戦これは現在も完全に運用されている国防総省最古の任務であり世界で最も長く実行されている人道的空輸活動である2006年までに80万ポンド以上の物資が空輸された参加したアメリカ空軍部隊は配備後にイラクまたはアフガニスタン上空での任務が期待されておりこの作戦は各部隊に 人道支援のための物量投下の訓練を実施する良い機会となっている。アンダー戦空軍基地の第734輸送航空隊のボランティア隊員と横田基地の第36飛行隊隊員と航空機がこの作戦に参加している。また、グアムの現地コミュニティのメンバーもこの作戦を支援しており、ゴルフトーナメントやスポンサー欄などのスポンサー活動や、 ここのコンテナ、ボックスに出資する地元企業によって運営のための資金が集められている。2006年に実施された作戦では140個のコンテナが59の島に投下された。2011年の作戦ではデング熱の局所的発生と戦うために25箱の点滴上脈注射用点滴をミクロネシア連邦のファイス島に投下した。コンテナは 地元住民と衝突しないように砂浜近くの海上に落とされる。2014年アメリカ太平洋空軍はミクロネシア地域の56の島々に5万ポンドの物資を届けた。2015年には日本の航空自衛隊とオーストラリア空軍が米空軍と共に作戦に参加した。空自と航空軍はそれぞれ米国が提供する3機の C-130 と 共に参加するため、それぞれ一機ずつの C-130 ハーキュリーズを提供した。空自は2016年と2017年の作戦にも、米空軍と共に参加している。2017年12月には、米軍横田基地に配備された、新しい C-130J の最初のトレーニングイベントと、航空自衛隊、オーストラリア空軍。 フィリピン空軍による四国間イベントも行われた。2019年は、米空軍、航空自衛隊、オーストラリア空軍に加え、初めてニュージーランド空軍による物量投下が行われたほか、バングラデシュとマレーシア、モンゴル、フィリピン、シンガポール、タイムオブサーバー参加した。太平洋空軍司令部の指揮下、第36航空団が行ったが、実際の空中投下は、 横田基地の第374空輸航空団に所属する C-130J-30 スーパー、ハーキリーズ3機と航空自衛隊小松基地の第1位総航空隊の c 1 3 h 1機、オーストラリア空軍の C-130J1 機、ニュージーランド空軍の c 1 3 h 1機が行った。任務ではグアム大学や 民間人の協力で、食料や、生活必需品、おもちゃが、ミクロネシアや北マリアナ、パラオの57の島々に投下され、参加したパイロットは、軽基板に飾りを施したり、サンタクロースの帽子をかぶって飛行したほか、貨物箱にメッセージを書く乗員もいた。なお、12月10日には、クリスマスドロップ2019と題して、航空自衛隊、第三輸送航空隊が、 日本基地で招待された幼稚園、保育園児に CE-2 輸、SO、送機によるプレゼントの10日デモンストレーションを行った。2020年 COVID-19 のパンデミックを受けてミクロネシア連邦のデビット・パヌエロ大統領は第69回クリスマスドロップ作戦をオプトアウトした。しかしアメリカ空軍のアンソニー・ビーチェラー軍曹によれば米空軍は COVID-19 の感染拡大を防ぐために、広範な対策を講じた上で、計画通り、パラオ共和国での物量投下を進めている。また、航空自衛隊も例年通り参加している。本作戦は、同名の映画、クリスマスドロップ作戦南の島に降る奇跡にも描かれ、ネットフリックスで公開されているが、内容はフィクションのものである。 映画は2020年11月5日公開。主演はカテリーナ・グレアムとアレクサンダー・ルドーイング。ありがとうございます。